こんにちは。あたしチョコタン、ミニチュアダックスの女の子。人間とおしゃべりできちゃうの。なおちゃん、チョコタン。この子はなおちゃん、チョコタンの飼い主の女の子。なになに、何作ってるの？秘密。チョコタンがおしゃべりできるのも私と二人だけの秘密だよ。任せて。チョコタンは理想さんだから大丈夫。本当に大丈夫かな？そうなの、よくわかんないんだけどね、不思議な花を食べたらチョコタン喋れるようになっちゃったんだ。頑張れ、ナオちゃん。ナオちゃん、これなに？これはね、赤い糸のおまじない。おまじない？あのね、将来結ばれる運命の人とは小指と小指が見えない赤い糸でつながっているんだって。へえ、なおちゃんの赤い糸、大好きなアリマにつながってるといいね。なお、チョコタン。これがなおちゃんの大好きなアリマ。こんにちは。あのね、ハッピーのお誕生日っていつかな、なんて。ハッピーの？サプライズで何かお祝いできないかなって。へえ、なんか楽しそうだな。ハッピーも喜ぶよ。なあ、ハッピー。あ、何をするかは有馬くんにも内緒ね。マジで？じゃあ、ハッピーと一緒に楽しみにしとくわ。なおちゃん、有馬とおしゃべりできて本当に幸せそう。チビ。チョコタン、チビじゃないもん。このダックスは有馬の飼ってるハッピー。ちょっと意地悪。あ、有馬くんだ。何してんの？何って、犬の散歩だけど。有馬くんって犬飼ってんだ。同じクラスなのに知らなかったよ。なおちゃん、あれ誰？有馬くんと同じクラスの女の子みたいね。私も昔。なんかみんな楽しそう。なおちゃんも混ざりなよ。やまりな。ねえねえ、有馬くん知ってる？うちらの担任の山ちゃん、結婚決まったって。マジで？あの山ちゃんが結婚なんて胸熱だよね。ほんとだな。ねえ有馬くん、朝も散歩してるの？何時頃？明日も来ようかな。朝6時だし無理だろ。大丈夫、絶対行く。帰ろう、チョコタン。なおちゃん、どうしたの？どうして帰っちゃうの？有馬とおしゃべりは？お願いだからちょっと静かにしてて。なおちゃん、どうしたの？ねえねえ、黙ってて。昨日はごめんね。チョコタンに八つ当たりしてきついこと言っちゃった。私、有馬くんとはクラスが離れてるから学校では全然会えないし喋れないし。でもね、一緒にお散歩しようって約束してるわけじゃないけど、チョコタンと一緒にお散歩してるあの公園の中では、私、有馬くんのそばにいていいんだなって。だけど、昨日みたいに有馬くんのクラスの子がいたら、やっぱり私の居場所ないなって、遠いなって。泣かないで、なおちゃん。なおちゃんにはチョコタンがついてるから大丈夫よ。チョコタン、どうしたの？何が？なんでワンワン吠えてるの？チョコタンおしゃべりしてるよ。言葉が通じない！
チョコちゃんおしゃべりできなくなっちゃった。なんで急に喋れなくなっちゃったのかな。チョコタンも喋れなくなるし、昨日の女の子たちもきっと来るし、無理、私絶対無理。今日のお散歩お休みね。なおちゃんネガティブやめよ。有馬くんと毎日会えてたのは全部チョコタンのおかげだもんね。チョコタン、私もうどうしたらいいかわからないよ。なおちゃん落ち込んでるのに、励ましたいのに、どうしてどうして伝わらないの。チョコタン、なおちゃんに伝えたいことまだまだあるよ。チョコタン、ごめんね、チョコタン。私なら大丈夫。だから、チョコタンも元気出して。マフラー、やっと完成したんだ。どう？気に入った？って、聞いてもわからないか。あ、嬉しい？嬉しいのね。あ、何？頑張れって言ってるのね。わかる、わかるよ、チョコタン。うん、うん、なおちゃん大好き。今度は私が頑張る番だね。大丈夫？なおちゃん。立てる？私、有馬くんとクラス離れてるけど、この公園で毎日会えるようになって、一緒にお散歩するの、私すごく楽しかったの。だから、だから明日も有馬くんに会いたい。この広い公園の中で約束もしないのに毎日会えたのはなんでだと思う？俺さ、最近この公園へ来たら無意識に探しちゃうんだよな、チョコタンとナオのこと。嘘、有馬くんも？いつものコース2周してもナオたち来ないから、今日はもうこのまま一人かと。一人？昨日の女の子たちは？ああ、もう来ないんじゃないかな。昨日ハッピーに威嚇されて本気で怯えてたから。じゃあ明日も会える？明日も明後日も雨の日以外はチョコタンとハッピーとナオと俺で。ナオちゃん、ナオちゃんどうしよう、尻尾がちぎれそう。どんだけ尻尾振ってんだバーカ。まったく人間ってやつは、好きなら好きって言えばいいじゃねえか。うん、でもナオちゃんが自分の言葉で自分の気持ちを伝えたの、それだけでいいの、頑張ったの、すごいことなの。なことどうでも。ハッピーのリード赤。は？チョコタのリードも赤。だからなんだよ。なんかさ、このリード二人をつなぐ赤い糸みたいだなと思って。おめでとう、なおちゃん。
ゃべりできるようになってよかったね。うん、なおちゃん大好き。不思議で幸せな気持ちはまだまだ続きそうだわん。